今回はですね、こちらの第4世代 iPod Touch iOS6.1 に、脱獄アプリを入れていきたいと思います。では、シリアを起動します。で、ソース。で、もやしさんのレポジトリを開いて、S の欄ですね。はい。こちらで、ステータスバーカスタムクロック4というものを入れたいと思います。はい、これでインストールで右上のを押します。はい、であれですね、ディスプリングが要求されます。はい、ディスプリングが終わりました。で、このようにもうすでにね、変わっています。上にステータスバーの部分に日付と曜日、時間、空きメモリなどが書いてあります。はい、こんな感じですね。こちらは設定を開いて、はい、こちらに設定項目があります。ステータスバーカスタムクロック、こちらから、いろいろと設定することができます。まあ、この辺はいろいろと自分の好みにね、変えてもらえばいいと思います。はい、今回はステータスバーカスタムクロック4という脱獄アプリを iOS6.1 の第4世代 iPod Touch に入れてみました。では今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。